はい、調子と平行きながらゲーム実況するゲーム書きの時間がやってまいりました。いよいよ2022年もあとわずかですね。こんな時日本的な雰囲気をたしなみたいと、そう思いませんかね。というわけで忍者じゃじゃ丸くん今日やってきます。なんかこれも懐かしいね。A ボタンでジャンプで B ボタンで手裏剣だったっけ。で最初は2機あるんだね。で時間制限ありと。お雪登場。そして落ちてくるな。よし。あららら。これは確か空いてる攻撃に1回当たったら即死だ。確かパワーゲージつんなくて、お出た。これはあれだ。あ、終わりか。早いな。今の透明の術だ。そうそうそう、一つのステージに一回こういう術が使えると。どんなのあったっけな他には。あ、トロッコとかあったね。トロッコ強いんだよ。ほぼ無敵状態。お、黒部。あとなんか素早さか。素早さ上がるやつか。あれはあんま意味ないな。そして、3種類だったかな。揃えるとガマガエルが出てくるね。ガマガエルはもう最強。無敵のね。あら。よし。踏んでから倒すとやりやすい。まともにその手裏剣でバチバチやると大体やられるんで、踏んでから倒すんだよ。さあ黒部クリアだね。3シーン3 B か、英語だから。あ、まだ黒部。にゃ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 にこい。あら、あらー、油断した。くっそー、トロッコは直前に切れるとは。あれ、あ、そっか、倒したのか。相打ちか。いやいやいや、油断したな今の。お、1万ポイントボーナス。あと1個術取ったらカラカッサ登場。ガマガエルが出てくる。うわー、これ結構難易度上がるな。あ、だけどボスの時と違って下がるんだ攻撃力はね。だから泳ぎの時とあんまり変わんないんじゃないか。うん、すぐこれ確か、まあ、かさはないんだけど、ガイコスのやつとか出てくると結構やばいんだよ。ピンボーとかね、踏まないと倒せないってやつ。直接手裏剣で戦っても倒せぬってやつが出てくるんだよ。まずいぞ。あーやられた。ちょっと待て、ちょっと待て。いやちょっと待て、もう一機しかねえぞ。どうしたらいいんだこれは。よし、やった、やったぞ。いやいやいや、ここで2機も失ってしまった。
魂一つも取ってない。そろそろ、でもな、ここでガマガエル出してもな、この後もっと強敵出てくるから。おい、危ねえ。どこにいる傘？そこに嫌がるか。来いよ。よし、降りてくるときを狙って。あら、届かなかった。よっしゃ。うわ、火の玉出てきた。やった。そうだな。しばらく敵倒さないと火の玉出てくんだよ。あと、ナマズ大雄だったっけ、上にいるジジイが爆弾落としてくんだね。まあ柔道で言うと反則みたいなね、攻撃を仕掛けないと反則取られるけど、それに近いの罰則が与えられるという、ひたすら攻めるしかないというね。まだカラカサか。これも結構即死っつうの辛いよな、一発。あべ、あら、あら再びステージ5にやってきました。さて、もうカラカッサーこれ苦戦してるようじゃ全然ね、勝てなきゃ。よし、倒しに行くぞ。よっしゃ、あとは、どこにいる？いた。かわしたような気がするんだけどな。当たったか今。危ねえな、もう。ボスはやっぱり最後に倒した方がいいな。2回強敵と戦わなきゃいけないんだな。あれ、よっしゃ、もう命3機しかない。ヘドボン来た。このヘドボンが嫌なんだよね。確かヘドボンってこれ直接手裏剣じゃ倒せないんじゃなかったっけ、違ったっけ。骨投げてくんだよ、すごいやたらね。あれ、こいつジャンプしてくるしね。しょ、うわ、よし来い。よし、来いヘドボン。うわ、また相打ちかい。なんだなんだ。
もう2機しかねえぞ。なんと、ボスと戦う前にやられるな。よし、ちょい待て、ヘドボン。よし、来いヘドボン。ここだ。よし、来い。よっしゃ。さあ、救命まで来たぞ。今度、まだヘドボンか。なんか出ないかな。わ。待てい。あれ出てこない。うぎゃ。あ、来た。爆弾。いやー上に来たか。あ、これかい。失礼。さあ、傘どこ行った。よっしゃ。そろそろあれか、あれが出てくる。ピンボ。10名まで来たぞ。ずってずってずって。しかしもうゼロ機だ。ここでやられたらおしまいだぞ。よし、ガマガエル出ないかな。お、よし、開けとくか。よし来い、ピンボ。俺が相手になってやる。花びら。あ、これかい。こいつ踏まないとね、倒せない。よし、直接手裏剣打つだけじゃ倒せない相手なんだよ。あ、やった、命増えた。そっか、1万点ごとに。あ、ボーナスステージだ。ナマズ大登場。うわ、来い。よっしゃ。ボーナスステージって言っても炎に当たったらダメなんだよ。お姫様。
これで終わりではないんだ。確かこれもっと進んでいくと今まで出た妖怪のオールスターみたいな感じの出てくるんだよな。あ、出たガマガエル。ピンポン食っちゃえ。あとまだいるのか。いないな。よし、お、1万ポイント。まだピンボーか。ドッドッドッド。よし、少し魂取っとくか。うわー、なんか攻撃しやがった。あ、やった、命増える。なるべく後ろ向いてるときに倒したい。うわ、届かなかった。来るぞ。よし、あー、ここで振らすな、ジジイよ。今倒したろ、敵を。さあ来い、ピンボー。来るな、どっから来る。早く来い、来ないと、あのジジイが。よっしゃ。飛びながら、あの傘のようにさ、カラガサのように飛びながら撃ってこないからまだいいわ。飛びながら撃ってこられるとちょっと厄介。カクタン出た。塗り壁みたいなやつだな。あれ、カクタンってどうだったっけ。直接手裏剣効くんだったっけ。うわー、これめんどくさいね。全部これで倒さないといけない。めんどくさいことになってきたぞ。あら、やった、これ取るか。四角たんどこ行った。あれ、危ないぞこれ。危ない、あー。頭の上に落っことすな、このハゲ。よし来い、カクタン。あーおいジャンプギアに撃たれたら避けらんねえだろうが。さあ再びカクタン登場。13面まで来ましたよ。この一つ一つ踏まなきゃ倒せないという煩わしさ。うわうわ、
チャンス。チャンス。チャンス。お、トロッコ出た。やった。無理や。やった、1万ポイントボーナス。したらあれだ、妖怪ファミリー全員集合の時になったらやめるか。そこまでいったら、おう、拡散来い。やった、これ倒せる時はあっさり倒せんだけどな。次は15面。おう、まだ角田ね。うわ、先に角田と戦うのか。ああ、むずいぞ、おいハゲ。どこ行った、貧乏いた、来い。うえ。待ってるか、これ座してますか。来た。さあ16名。あ、あれ、そうだ、こいつもこうしないと倒せないんだよ。めんどくさいな、こういうの。あった、来いおゆき、俺と勝負だ。あれあっさり。角田どこ行った、いた、来た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 、来い。どっちから来る、よし。あれ、なんじゃなんじゃ。ああ、うわ、来た。もう爆弾撒き散らし、ジジイがもう。どうするって言うんだよ、これ。だって火の玉も出てくるぞ。
39秒しかない。空気と戦う。あら、18名。さあもう命がありません。うい、アマガエル出ないか。19名。おお、なんだこれは。みんな勢ぞろいじゃないですか。うん、じゃあとりあえず誰が強いんだろうこれ。ボーナス20あるとかあるけども、これで終わらせるか。とりあえずここまでいったらもうよしと。今回はガマガエル出してえな。でかい。イエーイ、クリアだべ。これでよし。いや20名までやったんで20名までやったんで
お、1万ポイントボーナス。まあ大体こんな感じです。20面までやりましたので、ここまでにしましょう今日は。ご視聴ありがとうございました。